星が死んだのでタイムリープして生存ルート確保します。星4。この漫画はマジでクッソ激烈に面白いです。最近読んだ中で一番尖ってて一番面白い作品です。主人公は陰キャで勉強もコミュニケーションも何もかもダメな社会の底辺な人族のメスで、唯一の生きがいが高校時代からの親友で推し活している大女優のメス。そのメスとの交流やそのメスとの推し活が唯一人生で生きる理由だというピーキーな性格の人族のメスが、ある時親友の大女優が自殺してガメをベラしてしまう。しかもそのガメをベラを作った原因が映画プロデューサーだったことを発覚して朽ちってガメをベラする。そこからループが始まり、高校時代の推しがまだ生きている状態から強くてニューゲームが始まり、推しの生存ルートを探すために推しの通っている演劇学校に入門するというシナリオ。この漫画はここからが非常に面白く、まず主人公は推し以外の全てが不必要で推しを自分の神だと信仰している殉教者であり、推しが全てであり推しが輝くことこそが自分の喜び、推しが生きていることが自分が生きる理由だという超絶ピーキーなクレイジー設定。演技もお芝居も一切合切興味がないが、唯一、推しが死んだと思われる原因がその演技学校にある、という部分と、一秒でも長く推しに触れ合うためにありとあらゆる方法で推しに近づくために頑張るストーリー。ここからややネタバレ。主人公の特技は推しのことなら一言一句全て覚えているという部分であり、演技学校に合格しなければならない時でも、一度目の人生で脳裏に焼き付けた推しの芝居を脳内リピート再生することや、代打のピンチヒッターの時も演技をするとかじゃなく推しの最高の舞台を一番間近で見れる幸福を噛み締めているという設定なので、やたら目につく。演技学校は将来出世したい、活躍したいって人族が切磋琢磨する場所なのぜ。そこに一匹だけ、推しを近くで見たいって異物が混じっているのでやたら目を引くのぜ。そしてこの異常な存在なのでやたら目を引くとはニアリーイコールカリスマ性ってやつだから、どんどん出世していってしまうのぜ。この演技学校のプロデューサーがとてもいい性格設定しており、演劇は最高か最低じゃないと意味がない。どのような手段を使おうが結果が全て、ピーキーなスキルを持ったレベル1が面白いとか、この演技学校は推しが輝くために存在する、それ以外の奴らは推しを引き立てるための養分でしかないといったエンタメする奴が今占める部分をちゃんと言葉で説明できており、ディモールとベネ。ここからが超絶面白い部分なのだが、この推しを崇拝する主人公の超新者と大女優は実は超依存の関係であり、大女優はこの自分を絶対に裏切らない、自分よりも私のことを第一優先する超新者のおかげでメンタルを保ち続けていたヤンデレちゃんであり、強くてニューゲームでは自分よりも異端な存在であり、主人公によって場が荒らされていく部分に不快感を感じるという設定。主人公は非常にピーキーな性格設定しているので、だからピーキーすぎて社交性がゼロなので、社会活動すると底辺なんだけど、こういうピーキーな目立つ生き物は多数や一部の興味を強く引きつけるカリスマ的な生き物なので、だからエンタメ業界に入ってしまうとその異常性外野でも目につくから推しを崇拝しているだけで大女優からしてみればもっとも相手にしたくないライバルが爆誕してしまうので、しかも相手は 100% 善意の自分のことを信仰して、自分のために働く超新者で自分のメンタルを支える痛み止めだから切れないというジレンマを抱えることになるんだよね。このジレンマの葛藤と、それによって世界観が崩壊して推しを死亡ルートから救おうとすればするほど推しは病んでいって別の方向の死亡ルートに入っていきます。しかも主人公は無自覚に追い詰めるという設定がディモールとベネすぎて面白くてあんこがバイブレーションしました。超絶面白くてクッソ激烈に面白いのでおすすめ。